とりあえず槍を抜こう。トリコ大丈夫だよな。あ、大丈夫か。そんな大丈夫でもなさそうな。あ、出てきた。だいぶ前に亡くなったあれが。おう、目が光ってる。おお、知ってる。丸ボタンだったか。もうだいぶ前の話だからな。どこを狙えって言うんだ。特に狙うべきものが見当たらんけど。ここなんか壊せるところがあるんだろうな。意識はなくても雷は出る。ここ開いたけど、トリコが起きなきゃ登れない。いけそうだな。ってことはやっぱあれだな。俺食べたのはやっぱこのトリコなんだよな。2回食べられたってか、オープニング合わせると3回食べられてんのか。よっ。食事が2つもある。2個食べれば完全回復だろっていうことなのかい。ほら、こっちは開かないね。視界チェック。また微妙な位置で止まってしまっている。トリコ食べろ。大丈夫か、ここまで弱ってるのに。食べれる元気はあるのかい。結構無茶する。ちょっと、よし、ちょっと高かったか。トリコ、食事だ。これを食べて元気になるんだ。もう一個は樽を食べれば。ちょっとずれてる。食べて。それは俺だ。トリコ、せず一個ずつでいいか。食べれないね。この辺か。食べる判定難しいんだけど。
思議な動きを。それで食べれるかい？食べれない。この辺でどうだい？やっぱ食べれない。食べようよ。これでいったろ。トリコ、食べて元気になるんだ。投げるか。ほら、位置がダメなら。全然食べれないんだけど、これ位置の問題で食べれてないだけなのか、こういう演出なのかの判断がつかないっていう。俺が持ったままここにいるとどうだろう。そういうことか。そういう元気すらなかったんだな。もう一個あるよ。俺は食わないでね。寝た？ほら、よしよし。あと俺が撫でてあげるよ。元気になろう。ちょっと人寝入りしようか。心臓の音がする。トリコも生きてるんだ。他にも壊せるものが、これは？おそう、これ痛いんじゃないかな。ごめん。これこかさした意味あったのかな。あ、タルがまだいっぱいある。もっともっと食べて元気になるんだ。ほら、はい、よし、もう一つあったな。ちょっとずつ元気になってきてるって感じがしないから判断つかないね。何個ぐらい食べさせたらいいのか。ほら、お食べ。よしよし、これ4つ目だぜ。お、いけたか。いけたっぽいね。トリコのお腹で一緒に寝てる。
タミセトニムイテハラカストゥ。疲れた、さすがに疲れたよ。あ、トリコ元気になってる。あの樽には何が入ってるんだろうね。本当だよ、もう動き回っても大丈夫なのね。よし、一緒に登ろう。行こうぜトリコ、頂上目指して、レッツゴー。結構適当、まずそこだ。よし、お次は、そこ壊れる、もしかして。おう、投げてくるぞ。倒した方がいいのかな。違うな、うお、違うくなかった。やったぜ。おいしょしょ、まだまだ登ってる途中だからちょっと怖いけど。はい、次よろしく。いるいる、やっちゃえ。楽勝だな。次、次、次お願い。どっかあんだろう、そこか。と、俺落としたまんまだね。ごめんごめん。で、こういうことか。ちょっと待っちゃうち。壊せ。よし、いけい。ナイスジャンプ。よし。うわ、ててててててて、道そっちかな。暗いな、ここ。またこれか。また食べられるの？やんま嫌だなそれ。押すな押すな。
また食べられるのか。敵はいないけど、先に壊したりできないのかな。できない。下手すればまた食べられるぞ。でも行くしかない。行かないと始まらないから。来た、いつものやつ。俺はじゃあ逃げるぞ。ダメだ、行き止まりだ。俺はトリコを信じる。ビームを撃て。あれ壊せるかな。これって何の装置なんだろうね。トリコを洗脳するための目の色変わってる。耐えてるのかトリコ。お前にはもうこんな装置効かないっていうことでいいのかな。イエテをアキャネセをそうだ、一応耐えてくれてるんだ。どうにか壊そう。とりあえずビームはダメ。なんか降ってきた、なんか降ってきたけど、トリコの尻尾じゃねえか。なんどうにかしよう。壊すための、とっくになんもない。物理だ、物理で壊せ。殴れ。ビームは出ないし、上に登って、撫でてあげる。トリコの角の方を折ったら大丈夫なんじゃないかっていうね。ほんとこう頭の上にいけないんだよなこれ。まあ、どこどういう風に動いてるのか全然わからなくなるんだ。上に戻ってみよう。はっ、何か、あっ、ここかもしかして。てか暗っ、何かないのか。イエテをアキャネセをオーグウィズィユレミサクオートリコーのアウィゼ。どうやったら部屋の装置を壊せるんだ。ビームを、ここじゃない。ここでもない。尻尾から出てんな。なんだ、直接網に囲まれてるけど、これ狙えばいいのかな。ほんとカメラひでえな。普通にこれで良かったのか。
やったぞトリコ。これでもうお前を苦しめるものなんてないぜ。あげてやる、あげてやる。よし、これで落ち着いたろ。トリコ、ここからはこの上かな。